矢印の角度が赤道傾斜角赤道傾斜角とは惑星や衛星など自転しつつ公点運動する天体の軌道面と赤道面のなす角である。自転軸と公点軸のなす角に等しいため自転軸傾斜角とも言う。この角は自転と公点の軸のズレを表す。似た語として軌道傾斜角があるが、軌道傾斜角は天体の軌道面の傾きを表す。 別の量である。赤道傾斜角は0度から180度の範囲の値を取る。赤道傾斜角が0の場合、その天体の時点軸は軌道面に垂直である。赤道傾斜角が90度の場合にはその天体の時点軸は軌道面に対してちょうど横倒しとなっている。赤道傾斜角が90度を超える場合はその天体は倒立している。つまり、 南極を軌道面の北側に向けており、軌道面の北側から見た時の時点の向きが逆転して、時計回りの回転になっていることを表す。地球の赤道傾斜角を王道傾斜角という。汎用的には23.4度という値が用いられているが、この値は年月の経過に伴って変化しており、現在は年々減少している。 2000年1月1日12時における値は23度26分21.406秒である。すなわち、地球の地軸は、軌道面の水線から23度26分21.406秒、傾いている。約12000年後には、最小の約22度になると予測されている。変化の式については、王道傾斜角を参照のこと。 この地軸の傾きによって四季が生じる。また、北緯66.6度以北と南緯66.6度以南では、1日中太陽が沈まない白夜や1日中太陽が昇らない極夜を生じる。この地域を北極圏あるいは南極圏と呼ぶ。さらに、北緯23.4度の地点では、下死の日に太陽がちょうど天頂を通過する。 南位23.4度の地点では、当時の日に太陽が天頂を通過する。この2本の緯度線をそれぞれ北回帰線、南海帰線と呼ぶ。太陽系の惑星の赤道傾斜角は以下の通りである。天王星は、自転軸がほぼ横倒しになっているので、間や衛星の位置も横向きになっている。金星は、自転軸がほぼ完全に倒立しており。 他の惑星と逆方向に自転していることになる。水星や木星は自転軸がほぼ垂直に直立している。ありがとうございます。